習近平がついに全面降伏か。突然示された方針転換の裏にある中国経済悲惨な実態と若者に広がり始めたやばすぎる異変。ついに習近平が白旗か。習近平国家主席がこれまでの非番され続けた経済政策の方針を変更する構えを見せている。習氏は7月26日に開かれた座談会に出席し、こう語ったという。中国経済がいくつもの困難と問題に直面している。ただ努力すれば完全に克服できる。発展に対する信頼を確実にし、戦略的集中を維持しながら実質的な高品質発展が効果的という中国経済高迷論を唱えるべき。7月31日人民日報。これを受けて中国共産党は7月30日に最高政策決定機関である中央政治局の会議を開き、一連の政策措置で内需を拡大する方針を決定した。景気刺激策は従来のインフラ整備ではなく、消費者に照準を合わせるとしている。また欧米諸国から批判されている過剰生産の解決に取り組む方針も示した。しかしこれは絵に描いた餅になるだろう。着実に沈みゆく中国経済。中国で発表される経済指標は相変わらず乏しくない。中国政府が発表した7月の製造業購買担当者指数 PMI は前月より0.1ポイント低い 49.4 となった。単月連続で好不況の境目である50を下回った。サービス業と建設業を含む非製造業 PMI も 50.2 と前月の 50.5 から低下した。深刻な需要不足が主な要因だが、その原因は不動産市況の低迷にあることは言うまでもない。不況が長期化する中、不動産開発企業は開発用地の調達意欲を大幅に低下させている。中国の民間調査企業によれば、今年上半期に土地を取得した上位略者の購入金額は前年比 35.8% 減の3,181億元、約8兆4100億円だった。気になるのは、これまで開発用地を積極的に調達してきた中央政府傘下の国有不動産大手までもが購入規模を大幅に縮小していることだ。資金力に不安のない国有企業ですら開発用地の調達に尻込みしている状況を見るにつけ、中国の不動産バブル崩壊は決定的になったと思わざるを得ない。米財務長官の重すぎる指摘。頼みの綱の自動車産業も雲行きが怪しくなって、中国政府が買い替え奨励キャンペーンを実施しているのにもかかわらず、ディーラーが抱える流通在庫が増加の一途をたどっている。ディーラーの閉店ラッシュがすでに起きているとの声も聞こえてくる。内需不足を輸出拡大で補おうとしている中国だが、そうは野屋が下ろさない。イエレン米財務長官は7月26日、一部の20国地域 G20 諸国を含む新興市場は中国の過剰生産能力に対する懸念を共有しており、中国に経済モデルの変更を迫るべきだとの見解を示した。こうした各国の批判の中で、習氏も方針変更を余儀なくされたということだろう。若者に広がる深刻な懸念。しかし中国経済が今のように複雑な問題をはらんでしまったのは、習政権の示す政策がいつもスローガンばかりで、具体的な施策が一向に示されていないことだ。習氏は相変わらず新たな質の生産力にこだわっているとの指摘もあり、中国政府が問題解決に向け一歩前進したとは全く言えない状況だ。バブル崩壊後の日本が示しているように、需要不足に悩む中国経済に求められているのは大規模な財政出動だ。中央政府がこの問題に真剣に取り組まない限り、中国経済が再び浮上することがないと言っても過言ではないだろう。こうした中で中国国内では若者たちを中心に異変が起こり始めている。一つはこれまでも散々指摘されてきた若者寝そべり化だ。こうした若者たちに今深刻な薬物の問題が広がる可能性が出ていると筆者は懸念している。後編、中国の若者たちが背負わされる習近平の経済大失政の悲惨な代償、未成年者に広がる成年養老院の実態と中毒患者激増の懸念で
詳しくお伝えしていこう。 A メディアが断言、中国が日本化するのだとしたら、それは幸福だとしか言いようがない。中国は日本化しつつあるのかもしれない。こんな予測をよく耳にするようになって久しい。これは社会が停滞する不穏な未来を思わせるが、現在の日本のようになることは中国にとってそれほど不利益なのだろうか。日本は都会で暮らす中国人の憧れ、大脳が行われた時、公共の精神が天下のすべてを支配した。彼らは才能、徳、能力のある人物を選び、彼らの言葉は誠実であり、育んだものは調和であった。その昔、日本は好景気に沸く中国並みに活気に満ちていた。物事のテンポが速く、米国へ留学する学生が最も多く、環境汚染がひどく、インフラ建設のために地面をコンクリートで塗り固め、借金に煽られた不動産バブルに沸いていた。かつて日本人は、未来のギャング、犯罪、巨大都市、悪党たちを想像した。1988年に公開されたアニメ映画アキラは、汚職とテロに忍まれた2019年のネオ東京を舞台に、暴走族の少年たちを描いたディストピア作品である。やがてバブルは終わりを迎えた。東京がネオ東京と化すことはなく、それどころか世界で最も物価が安く住みやすい大都市の一つとなった。バブル時代の日本人は、現在の、いや、現在よりはるかに発展した未来を思い描いていた。これは誰もがすることで、私たちの想像する未来は、現在に対する態度を映し出す鏡なのだ。だが、アキラで描かれた未来が実現することはなかった。第三次世界大戦後のネオ東京が、今の現実の東京とかけ離れているように、人々が米国や中国の未来について立てる予測も現実離れしたものに感じられるだろう。アキラの公開後、日本は失われた数十年を経験し、経済は不況に陥り停滞したが、その一方で文化や環境は魅力を持ち続けた。これは経済成長と幸福が必ずしもリンクしていないことの表れかもしれない。今の日本を訪れると、魔法にかけられたような魅力的な場所が容易に見つかる。ここでは職人たちが自分らしくのびのびと、みろ豊かな静かな空間で創作活動に打ち込んでいる。人口650人の小さな島で、レッドドットスクールを共同運営している米国人建築家がその例だ。総じて日本は、インフラが整い、物価が安く、安定した暮らしを送れる場所である。お金持ちになれなくても、好きなことにじっくり取り組みたい人にとっては理想的な場所と言えるだろう。実際、東京には脱成長を提唱する経済学者たちのグループも存在する。古いホテルやレストラン、自動品店、高級車など、上質なものを尊ぶ文化があり、クリエイターたちは東京を築き上げた高度成長期の遺産とも言える。どこまでも続く灰色の巨大都市と共存している。ジョージ・マグナスをはじめとする経済学者やレイ・ダリオのような投資家は、中国が日本化する、つまり猛烈な都市化に終止符が打たれ、ペースがより緩慢になることを懸念している。一方で、中国人エコノミストのジャスティン・イー・フリンは、日本化など起こらないと断言し、中国の市場規模、通貨政策、そして技術開発力をもってすれば日本化を寄せ付けないだろうと主張している。だが、日本は素晴らしい場所だ。こんなジョークもある。国の発展には4つのレベルがある。先進国、発展途上国、アルゼンチン未開発国、そして日本、他の国が到達できないほど発展した国。彼らは日本の未来の何をそんなに恐れているのだろう。2024年の初め、私は数日かけて日本各地を巡り、なぜ中国にとって日本化がマイナスなのか答えを見つけようとした。30年に及ぶ停滞期を経た東京を散策していると、日本化という不幸が訪れるならば、それはむしろ中国にとって幸運でしかないと思えてくる。中国は2035年までに基本的に社会主義的な近代化を達成すると中国の都市計画は言っている。この基本的にという部分には多くの含みがある。もしかすると、日本はすでにこれを達成したの。
かもしれない。ベト内海に面した小さな町、ユミチの駅で会った中国人観光客は日本の静かで、ミリが多くて、清潔なところが好きだと語った。中国は絶対こんな風になれませんよ。彼らは笑った。なるほど、日本は都会で暮らす中国人の多くが、憧れる、馴染の状態なのだ。先の大戦で日本は東アジア、東南アジア、太平洋へと進軍し、西洋列強のアジア侵略を一時的とはいえ阻んだ上、アジアにも西洋と戦う国があることを知らしめた。日本はその敗戦の反省から方針を大転換し、多くの戦死者に報いるためにも平和を誓い、経済大国へとひたむきに歩んできた。この歩みは日本が誇れる歩みだが、世界から見れば日本の恐ろしさはこの大転換にこそあるのではないかと思えなくもない。大戦争を引き起こし、その後に経済大国にのし上がる秘めた勢力にだ。従って中国の日本化も、日本の中国化もそれはない。